いらっしゃいませ。ニューレディの肉の工事肉用です。本日のご質問は、トランスジェンダーの女性がトイレに行きたいと言ったら、男性用、女性用のどちらに案内をしたらよいのですか？わかる。とてもデリケートでセンシティブな問題だと思います。ただし、基本トイレというのは個室なので、トランス女性を装って盗撮や覗きなどの恐れがない場合には、私はその人が来たいと思っている方にご案内するというのがいいと思います。私自身なんですけども、トランスジェンダーではなく、誰が見ても元はおじさんということがすぐに分かると思うので、周りの男の人がこの格好でびっくりしなそうな場合には、基本男性トイレの方に行きたいなというふうに思ってます。そうでない場合、元がおじさんなので女性トイレというのが使えるのはちょっと厳しいかなというふうに思うので、コンビニなど男女共用のトイレであるとか、誰でも入れる誰でもトイレというのを利用させていただいています。そう言いつつも、私なんですが、結構ですね、水商売で鍛えた膀胱があるので、あまり外ではトイレに行かないので、そういう悩みにですね、ぶつかることが少ないですね。でもトイレを我慢すると膀胱炎になっちゃうから、良い子は真似しちゃいけませんよ。ダメ。以上、こんなん出ました。よろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。またねー。